はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回は対抗力試練5ですね、続きをプレイしていきたいと思っています。今回もぜひぜひ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。では早速ですね、続きの方やっていきたいと思うんですが、前回までにですね、長島城の攻略ですね、一騎勢、本願寺勢一騎勢が持っていた長島城、こちらを攻略して戻ってきたというのが今回のスタートになります。では早速始めていきましょう。まずは連兵場に行って失った兵の補給をしていきましょう。やっぱり兵力はね、あるに越したことがないというか、常に持っとかないと、いざ出兵という時にね、兵力が足りなくなってしまいますからね。というところで、ここで忍者がやってきて、秀吉様大殿よりお言葉をお預かりしております。何でしょうね。松永家を攻略せよとの仰せ。おお、これ松永久秀ですね。松永久秀は一度信長の軍門に下っていたはずですが、これを見るとまた裏切った感じかな。よし、じゃあここで一旦城に戻ってですね、ねね様の膝の上でちょっとお眠りにしましょう。でさらに大殿からの知らせによれば、我が織田家に従属していた赤松家がついに侵入したとのこと。これで五着姫路あたりが全部ごっそり織田家の管轄に入るんですかね。赤松家が降伏したとはいえ、天下府はまだ終わっておらん。我らも負けてはおれぬぞ。ということで、これでどうなんだろう、秀吉が姫路城にいるっていう条件、本能寺の変が起きるための一つ目の条件が達成できるのかな。本能寺を発生されているためには、何はともあれ秀吉が毛利攻めをしている姫路城を傘下に収めてっていうのと、あとは柴田勝家が北の城に入っている、で明智光秀が丹波亀山城に入っている、この辺りはね、必須の条件にどうもなっているようなので、そこをきっちりこなしながら、かつその本能寺の変が起きるように今出てきた松永久秀とかね、この辺りの将たちを下していくっていうことはね、やっていかなきゃいけなそうなので、ちょっと見極めながらしっかりやっていきましょう。主命はこれくらいにしておきましょう。で、一旦ちょっと寝ましょうか。人事で昇進できる武将が、正勝が、小六が昇進できるということなので、昇進をさせて、で、忘れないうちにお金を軍資金から出金しておきましょう。で、その上で妻と話し、体力が回復するまで寝ます。で羽柴様ということで、毛利が織田討伐の兵を募っているようでございます。おお、いい感じですね。先ほどのしてように、本能寺の変を切るためには織田、特に秀吉が毛利攻めをしているっていうのが条件ですからね。このため織田と毛利の同盟は破棄、大殿は羽柴様に姫路を居城として毛利を討伐せよと仰せでございます。これ今浜を出なきゃいけないんですね。またこの任務にあたっては大殿は羽柴様を国主とされましたということで、これ播磨の国主になったのかな、慎んでお受けするといい感じですね。では早速長浜城から移動しましょう。ここにいる言われはもうないですからね。で姫路城に入り、今度は備前を攻略せよということですね。よし、では早速ですが、武家宅で誰か行けるとこあるかな。荒木村重とかね、何してんだって話ですけどね。秀吉の傘下に今入ってますけど、
表情を開いて、ちょっと合戦はできるならちょっと一合戦しておきたいな。備前、備前、ここまでいくと備中ですよね。ってことは備前はあと1、2、あと3つ城があるって言ってたけど、もう2つに見えるけどね、これ見ると。備前の宇喜多直江直轄の備前が2つですね。で、備中高松城になってますが、ここが備中か。でも備前でしたよね、今の種名は。うんうん、備前ですよね。となると1、2なんだよね、やっぱ。もう一個どこにあるんだろう、わからないな。まあいいや。で、あとは松永久秀がどっかにいるはず。松永、ここ筒井順慶、ここだな、松永久秀、多聞山城。で、あとは丹波亀山城、ここを旗の家から奪わなきゃいけないですね。旗の家が福知山、八神の丹波亀山3つか。で、北の方はというと、北の庄までですね、信長の直轄になってる。これを大正寺城、小松城、小山城、この辺りまで攻略していって、勝家に渡してあげるってことをしなきゃいけないかな。というとこですね。そしたら今回はちょっと合戦は一旦見送って、久々に、せっかく国主になったんで、フラフラしますか？久しぶりに。ここのところずっと合戦ばっかりね、してたんで、たまにはちょっと今日の街に遊びに行きましょうか。で、その前に練兵場に行って、兵士だけちょっとね、集めておきましょう。673人か。秀吉様、小西屋が松江姫路間の販路で、2度目を行っておりますと。なるほど。油などが不足していると。これ小西家って、これ小西行長が絡んでそうだな。ちょっと姫路の町に、じゃあとりあえず繰り出してみますか。まずは民家でも行ってみますか。小平平次。おや、名前だけは聞いたことがございますので。秀吉この国の国主なんだけどな。で、他は何かいるかというと、商家とかちょっと行ってみますか。小西流山。おや、どなたかな。お初にお目にかかる秀吉と申す。織田家の方でございますか。そうです、織田家のものでございますと。ただこれ、この後の展開を考えると、小西行長がどっかで仲間になっといた方がいいんですよね。ってことは、小西行長を発生させるためにはまだ年代が足りてない、1572年以降じゃないと小西行長が登場しないというような話があるようなので、ちょっとここは一旦スルーしましょう。スルーをした上で、ちょっと京都の町とかまでね、久しぶりに遊びに行きましょう。久々ぶりだな、行商人に会うの。まあ400貫だったら買ってやるか。なんかいいものくれればいいけどね。ギャッ、ここで海賊か。金で説得しよう。海賊に関してはもうどうにもならないからな。では座に行って、売りましょう。あ、しまった。茜をここで買ってここで売るっていう一番間抜けなことをやってるな今。まあしょうがないね、もう売ったもんはしょうがない。
じゃあ久しぶりに道場にでも行ってみようかな。秘技を教わりましょう。師匠のわしを倒してみよう。まあ、あの宣伝は覚えました。吉岡憲法からね。今やこの秀吉も一人の武人だからな。かつての弱い秀吉はもういない。ここは秘技が宣伝ダメか。当たらないですね、範囲的に。まずい。大丈夫か。秘技を食らうな。ここで宣伝が来たか。これ一撃死するな。ぐはー、逆にやられたか。宣伝を逆にね、こちらから先に使いたいぐらいだったんですけどね。やっぱり宣伝って V 字型にこの、なんていうんです、斬撃が飛んでいくので、まあ、使い勝手がすごくいいかというと、めちゃくちゃいいものではないので、新しいのをね、ちょっと覚えたいですよね。お、ここで誰かが戦っている。松永久秀が攻められてるんだな。これはこのまま行く末を見守りましょう、おとなしく。で、代わりに自分はというと、どうしようかな。亀山の町とか行ってもな。奈良の町とか行ってみようかな。奈良だと道場は何があるんだろう。柳生新影流があるのか。ちょっと覗いてみましょう。入門。ギャー。まあそうだよね。そしたら武芸指示で何も教えてくれないの。何も教えてくれないけど、きっかり50日間はかかったのね。そしたら確かに強くなった。私はただそれでも不安なので、やっぱ用心棒は雇いましょう。誰かいるな。松永長頼がいるな。抜け、勝負だ。マジかよ。ここで勝負になる。こういうパターンもあるんですね。ちょっとここは力がというか、体力がないので下がりましょう。今まともに切り合うと確実に負ける。よかった、しっかり。お、ここで宣伝が使えますね。こういう形で V 字型に斬撃が飛んでいくんですよね。用心棒を雇っておいてよかったな。さあ切り捨てろ。だ、何、用心棒が逆にやられる。それは勘弁してほしいな。しかも悲劇がここで強襲。死ぬな。用心棒が散ったか。ここはちょっと離れながら宣伝をまたぶちかますチャンスを狙っていきましょう。今なら入るぞ、宣伝が。喰らえ我が秘技。よし、松永長重長頼を一刀のもとに切り捨てた。いやー、用心棒さん生きてるんだ、一応ちゃんと。ちょっと話しかけるのやめましょう。話しかけるとまた戦闘に巻き込まれる恐れがあるんで、ここはおとなしく一度帰りましょう。で、そろそろ主命をみんな終えてる頃だと思うので、金庫に行って軍資金からお金を、うわ、超いっぱいある。やった。んでだ、
再び主命伝達していきましょう。まずは、再三言ってますけど、お金ですよね。軍資金調達していきましょう。正勝あたりまでは出陣させたいので、三好くんとかには治安向上してもらいましょう。三成には鉄砲購入。清正はそうだな、人材調査でもやってもらおうかな。で、神戸は出兵する。清秀は軍資金調達。堀尾くんには砲筒を買ってもらいましょう。さらに軍馬を買わせ、正則は修行。こんなとこでいいかな。ではこれで一旦休養を取りましょう。で、本来だったらね、備中攻略命じられてるので備中の攻略に行きたいんですけど、先に丹波亀山を光秀のために、まあ光秀のためにっていうのもね、なんか変な話なんですが、光秀のためにちょっとここは丹波亀山を攻略しといてあげましょう。というわけで早速出兵準備に入りましょう。自宅に行って、合戦丹波亀山。軍馬は300、鉄砲も300、大筒は2門持っていきましょうかね。これでいいでしょう。で、軍団長秀吉自ら行きますと。で、侍大将半兵衛、正勝、秀長、官兵衛、計1万4000で出兵ですね。援軍要請します。で、ここは8000しかいないでしょう。ここは1万8000いるのか。丹羽長秀、坂本城の光秀は4000人しかいないから論外。まあやっぱ安土城の信長かな。いや、援軍出してくれないんだ。出してほしいところですけどね。ここはもう一度援軍要請をしましょう。どうしても援軍が欲しいです、信長様。ギャー、援軍出してもらえないなら退却しましょう。これの繰り返しですね、良くも悪くも。お、丹門山城磯野さんが攻略してくれたっていうことなので、松永久秀がこれで散ったかな。再びじゃあ出兵していきましょう。信長が兵を出してくれるまでは繰り返しますよ、これを。ひたすらに信長に出兵を請う。まあ実際その秀吉は毛利攻めの時に、まあある程度優位戦っていたと。ただその最中、毛利の本軍がその攻めていた備中高松城に向かっているという知らせを聞いて、まあある程度戦えるかなという憶測というかね、推測もあったと思うんですけども、あえて信長に援軍要請を出して、信長自身が陣ぶれを発して陣を集めるために、兵を集めるために本願寺に入ったところで、ご存知の通り本能寺の変が起きたというところもありますのでね、ここはもうしっかりしっかり秀吉は信長様に出てきてもらうように毎度毎度お願いしていきましょう。で、他は援軍ってなると家康とかになるのか。ちょっと遠いですね、家康は。もうこのまま援軍はやめて、この3万の兵で丹波亀山を落としに行きましょう。で、ここで敵も援軍が入ってきましたので、ここから野戦に入っていきます。
ないと思いますので、このまま簡易銭湯で仕留めにかかりましょう。3000ばかり兵を失った感じかな。1万4000で出陣して今1万3000ぐらいになってますからね。さあこれで引き上げよう。一度帰りましょう。大殿は常々地方に将を配し、天下統一の足がかりにすることを考えておられましたが、このほどその将が決定されました。おう、して誰に決まったのじゃ。まず北陸には柴田殿、北の将を居城とされます。おお、いいですね。何回かお伝えしているように本能寺の変を起こしたいっていうのが一つこの、ストーリーで目的としているところですけど、その条件の一つに、柴田勝家が北の将に入って国主になっていること、そして、今攻めた丹波亀山に光秀、明智光秀が入っていることだったので、この2つの条件プラス姫路に秀吉が入っているっていうので、3つの条件の3つが揃いましたね。まだ他にも細かい条件がいくつかどうもあるようなんですけど、少なくてもね、まあ実際の史実に近いような配下の配置になったんじゃないかなと思います。もう明智秀光も明智の配下に入ったといい感じですね。ではまずは練兵場に行って兵士の補給をしましょう。480人か、全然集まんなかったな。794人、全然集まりませんでしたね。では一旦表情を開いて寝ましょう。金庫で出金、軍資金からまた金を2万ほどもらいましょう。でだ、表情の間に行って村重には軍資金、まあ、この辺りもうね、ひたすら軍資金を集めてもらいましょう。大筒とかもね、そろそろ数は揃えておきたいので大筒も買いましょう。で一旦寝ましょう。この後どうするかですよね。ちょっと各角の配置とかもろもろを見ましょう。式山城に安藤が攻め入っていると。守名伝達はいいとして、ちょっと合戦で様子を見ましょう。まず式山城に松永久秀を今攻めているのか。でこれは誰かというと筒井純慶ね。であとは八神城がまだ残ってるんですね。丹波どうしようかな。播磨から浮田勢をちょっと攻めてみてもいいのかどうか、この辺りが本当によくわからないとこですね。浮田直家を攻めていいのかどうなのか。今浮田を攻めるとまだちょっと早い気もするよね。徳川もだいぶでかくはなってるね。相当大きくなってますね。徳川も海津城は北条が抑えてるんだな。で砥石城は徳川が抑えていると。これはもう本当に天下の趨勢が決まってきた感じですね。
で、そうなるとやっぱり押さえておきたいのが本願寺ですよね。とはいえ自分自身はというと、難しいな。浮田を攻めるべきかどうするべきか。まず絶対な条件としては、いくつか過去のねプレイヤーの方の情報を見ると、まずは信忠、信勝、信孝が織田家に所属している、これは必然的にそうなると思うんですよね。信長の息子たちですね。長男信忠、次男信勝、三男信孝で、秀吉が姫路城、光秀が丹波亀山、勝家が北の庄を居城とし、勝国主であること、これもいいと思います。で、織田家が尾張、美濃、北近江、南近江、山城、丹波、摂津、越前、播磨を完全支配。なるほど。ってことは摂津と丹波をもうちょっと攻めておいた方がいいのかなというところですね。でさらに浮田家が滅亡しているか織田家に従属か。じゃあここは無難に播磨を抑えておきますか。播磨の姫路を攻略しましょうかね。播磨じゃない、備前ですね。ここに対してちょっと出陣を、そうなんだよね、浮田家に攻め込む名分がないんだよね。やめましょう。じゃあ福知山城とか本願寺とかこの辺りを攻めていきますか。まずはじゃあ摂津だな。いや式山町にしますか。今安藤森綱が攻めてるって言ってるし、1万の兵で出陣していきましょう。軍馬は300、鉄砲も300、この300、300っていうのはね一つの指標にしていきましょう。我が軍団多いのか少ないのかっていうとちょっと微妙ですけどね。さあ簡易戦闘を開いていきます。おお、忠勝も出てきてるのか。1万5000の兵、これは松永久秀としては援軍が来ないと落ちる可能性がありますね。式山城を取ってしまえば松永久秀も滅ぼせるので、畿内の統一が一歩進む感じですね。よし、本丸も陥落。我が軍もこれまでかということで、茶釜と一緒に自爆したのかな、久秀は。さあ、では戻りましょう。で、忘れないうちに必ずと言っていいほど連兵場できっちり兵を補給しましょう。で、大殿より下地ですね、安土城へ来いということなので、安土城に行きましょう。今回も結構頑張ったと思うんだけどな。褒めてもらえるかな。安土城に行きましょう。やめてよ、こういうところで海賊に会うっていうのは。では城に入りましょう。猿がよく来た。さあ昨年の皆の働きぶりを確認いたす。どう、安藤森綱が10万石か。やるな。せっかく安土まで来たので、そしたら今日の町に寄っていきましょう。で薬を買っていきましょうね。
そしたら姫路に帰りましょう。だけど三木城を通って陸路で帰りましょう。陸路で。そしたら練兵場によってまた徴兵をしていきます。で自宅で寝て、この後どうするかですね。この辺りはいつもの鉄砲群馬大筒あたりを買い、残りの面々は修行させるというパターンでいきましょう。で休養していきます。さて次どうしようかな。本能寺の辺まで史実だとあとまだ10年以上あるけど、もういつ起きてもおかしくない状態にしておきたいしね。小松城に対して勝家が攻めてるんだな今。忠勝も援軍で出てると。まあここに援軍を出すのはバカバカしいのでやめましょう。でこれどっか攻めようとしてるな。ちょっとこれ様子見ましょう。どこに行ったのかな。どっかに攻めに行ったはずだけどちょっとわからないので本拠に帰還しましょう。で柴田殿が、ああ小松城だよね、そこじゃないんだよな今。とするとこちらとしては摂津の本願寺でも攻めますか。いつもの300、300でいきましょうね。で援軍ですよ、援軍重要なのが。有岡城は8000人か。8000人じゃ期待できないね。飯盛城に丹羽長秀が1万8000。二条城が北畠が1万か。で、光秀が8000。数少ないね。となるとやっぱ信長なのよね。だ！援軍は出してもらえなかったか。こんなところでまた戦うのか。おと思ったら向こうの方から逃げていってくれたね。出た。ここで援軍をもう一度こいましょう。これで援軍が来てくれなかったら厳しいね。相手の数も18,500、相当な数いますからね。援軍を要請します。じゃあ出せないって言われたか。となると退却しましょう。今きっと信長は四国の方に編成してますね。ここ今ここで戦ってるのが多分信長だと思います。なのでここは訓練を入れましょう。でその上で改めて細川藤田が攻めてますよね。となると自力で攻め取るのは難しいのでしばらく待機をしましょう。それしかない。
野党退治ってこういうこと？興味本位で始めた野党退治がこんなにめんどくさいものだとは思わなかった。ちょんちょんちょんってできるのかと思ったら。大丈夫か？下がりましょう。罵りにやられるなんてね、ちょっとやめてほしいですよね。これ、2人入るよね、確実に。宣伝を食らえ。よし、2人仕留めた。あとは真っ向から切り合うのみ。いざ尋常に勝負だ。よし、止めた。11人の人を殺めてしまった。名奉行、政務プラス6。では、練兵場に行ってまた、徴兵しましょう。で、だいぶ体力も削られたので、一旦寝てやることといえばやっぱ合戦ですからね。ねね様、膝を貸しておくれということで寝に行きましょう。ちょっと夢中になって、だいぶ時間を忘れてプレイをしてしまいましたが、時間がだいぶいい時間になってきてますので、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをしっかりとまたプレイをしていきたいと思いますので、ぜひぜひ次回もお付き合いをよろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。